どうも、テルエモンです。今日なんですけども、フュージョン360でですね、皆さんご存知でしょうかね。キーボードの S キー、S ですね、を押しますと、ここにショートカットが出てくるの、皆さんこれご存知ですかね。今日こちらのちょっとご紹介していきたいと思います。で、こちらはですね、こういったメニューを展開したときにですね、ここに点点点点って出てくるかと思うんですけど、マウスカーソルを当てるとですね。で、こちらクリックしますと、ショートカットにピンで固定っていうのがあります。なので、例えば今回こちらの回転っていうのを、よいしょ。こちらチェックを入れてみますね。はい。で、そしてまたキーボードの S キーを押しますと、こちらに回転っていうのが追加されます。こちらクリックしてですね、コマの方を実行できるという形ですね。あと、こちらですね。こちら今、デザインの状態で S キーを押しますと、このデザインショートカットという形になります。あと、もし追加したいものがあれば、ここの検索のところに入れてですね、文字を。特に追加するっていうこともできます。なので、人によってよく使うコマンドって違うと思うんですけども、よく自分が使うものをここに登録しておくことで、いちいちマウスをですね、この上にですね、持ってきて、こう、選ぶ必要がないっていうことですね。キーボード S キーを押すと、マウスの近くにこのショートカットメニューが出てくるので、ここからメニューにアクセスできますよという形です。で、メニューに早くアクセスしたい場合には、これですね、メニュー見ますと、こう、アルファベットこう出てくるときあるかと思うんですが、これがショートカットキーになっていて、これを、よいしょ、キーボードショートカットを変更ってところから、こちらがですね、キーボードショートカットっていうのを入れることができますけれども、何がいいかな？これ入ってた。何か使わないやつやらなきゃいけないかな？結構もうほとんど入ってますね。よいしょ。G が大丈夫かな？特にですね、選択したものがショートカットキーで割り当てることができます。リセットにしちゃいますね、今回は。こんな形で、こういったキーボードのショートカットを入れることで、ここまでアクセス早くさせることもできるんですけれども、こういったキーボードのショートカットのアルファベットを覚えるのがちょっと大変だという場合には、この S キーだけ覚えておけばですね、で、よく使うのような、ここに登録しておけば、すぐこうアクセスできますよっていう形ですね。で、こちら今デザインですが、例えばスケッチに入ったときは、スケッチに入ったところでのショートカットメニューを登録することができます。よく使うものですね。ただよく鳥も使いますよってことであれば、こちらのショートカットにピンで固定にチェックを入れることで、ここにこう追加できますよという形ですね。まあ、デザインの他にもですね、もちろん、例えばレンダリングのところでも、キーボード S キーは使えます。に登録しておくこともできるよと。まあ、外観とかではキーボードの A を押してですね、私、しょっちゅうやるんですけど、これもショートカットにピンで固定をすることができます。あとは、製造とかですね。キャムとか使う場合にもショートカットもちろん使えますので、自分はよく使うものですね、このキーボード S キーを押したときにですね、表示されるようにですね、追加していただくと、よりですね、操作を早くですね、仕事を早く行うことができるかと思いますので、ぜひですね、便利な機能なので、ぜひちょっと知らなかった方は使ってみていただくといいんではないかな、というふうに思います。あとご存知かとは思うんですけども、この上のツールバーのメニューですね、こちらに関しては、このツールバーにピンでこうですね、こっちにチェックを入れますと、ここにコマンドが追加されるようになっています。この上のところですね。なので、いちいちこちら展開しなくても、よく使うものをこの上に表示させて、使っていくっていうことももちろん方法としてはですね、あるんですけれども、まあ、このマウスを動かす操作も、ちょっとできるだけこう、少なくしたいという場合には、基本 S キーですね。押していただくと、マウス一動かさなくても、マウスの近くにメニューが出てくるよというところですね。一応この上のツールバーのところを説明していきますと、例えば順番をこうドラッグ&ドロップで入れ替えたり、不要なものはドラッグ&ドロップでこの外に出すとこう消すことができますね。ただ、こうリセットしたいよって場合、このバーのところ、この文字のあたりですね、作成とか修正、このところを右にクリックしますと、リセット。
っていうのがありますので、こちらからリセットしてもらうと、初期状態に戻すことができます。この上のツールバーに関してはですね。はい。それでは今日はですね、このキーボードの S キーですね。まあ、こちら、半角 S 字入力でないとですね、うまくいかないと思いますので、この右下の半角 S 字入力ですね、きちんとしていただいた状態で S キーを押していただいて、ショートカットメニュー表示させてみてください。そしてですね、この S キーを押したこの時のメニューですね。そしてこれ、やっぱり不要だとなった場合には、これドラッグ&ドロップで外に出していただくと、消すこともできます。あと順番変えたいと思えば、ドラッグ&ドロップでこういう順番ですね、こう変えることできますね。並びをですね。まあ、こちらもちょっとお試しいただいて、自分が使いやすい並び変えたり、不要になったものはドラッグ&ドロップでこう外に出したりとかしていただくと、消すことができます。追加したい場合は繰り返しになりますが、こちらから、チェックを入れる。もしくは、この検索のところに入力していくという形ですね。になりますので、ぜひ、いろいろ使ってみてください。あと、コマンドにアクセスするにはですね、マウスの右クリックからも、ここにメニューが出てくるんですけども、これメニュー自分でカスタマイズすることできないんですね。自分で選んでカスタマイズすることがこうできないので、スケッチとかもあるんですけれども、自分でこう、コマンドをですね、よく使うものを、マウス近くに表示させたい場合には、S キーですね、使ってください。でこちら右クリックもですね、例えば自分よくプレスプル、穴とか使うんでもこれ覚えておいていただいて、こちらからアクセス。右クリックからこうアクセスしたくでもいいかと思います。あとですね、右、これ右ドラッグでですね、その場所を覚えていれば、右斜め上に持ってきて離すと、すぐプレスフルを実行したりですね、右下に持ってくると穴をこう実行したりとかっていうのもできるので、この右クリック、右ドラッグっていうのも活用していただいてもいいかと思うんですけども、これ以外のメニューですね、にアクセスしたい場合には、基本 S キー、もしくは、キーボードのショートカットを割り当てていただくと、コマンドに素早くアクセスして、作業の効率化ができるかと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは今回の動画以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。